はこれさえ持って迷路町へ行けば優しい人が何でも教えてくれるって言ってたんだけど。ちょっ、ごめんなさい。なんでお腹出すの？よくわからないけどお腹出す子なのよ。わかったわよ。いや、よくわかんないけどそんな捨て犬みたいな顔しないでよね。ちょっと言い方がきつかったわ。ごめん。そうね、お詫びに私がわかることなら教えるわ。私もごめんね。な、何よその顔。ダメだよ、謝る時はちゃんとお腹見せなきゃ。見つけたぞ、逃亡。